おはようございます。西田航です。えー、11月の20日水曜日、いかがお過ごしでしょうか。全然試食しておりますっていうところで、でも今日は早速のね、ネタといいますか、LSK メンバーにもなんか爆笑されたんですけども、えっ、ー、と、ライカウェツラーの本社で購入したアイテムで悲劇っていう、まあちょっとどんなタイトルにするかはあなんですけども、まあ秘宝、ライカ本社で購入した ライカウェ、ウェツラーで購入したアイテムに悲劇が、みたいな <laughs>。ちょっとごめんなさい。タイトルは、もう、自分で考えるって話ですよね。すいません。えっとね、結論これでございます。チゃんっていう。えっと、まだね、ちゃんと紹介はしてなかったんですけれども、これ、えっと、ライカ、ライカアカデミーカード、カーズっていうところで、まあ、要はトランプ、なんかドリキンさんの、 あのえ動画の方でみんなで対談してた動画があるんですよ。その時にもう皆様そうそうたるアイテムを購入されていたわけですよねドリキンさんだったらスーパーアポズミクロンの SL21mm とかツネ、えー、さんだったら、うん、M11 モノクロームをウッ、えー、ツラで買ったりで小池源さんに関しては、えー、35位のアポズミクロン M35mm 購入したりというところでもう。 すごい金額で皆様購入してる中、僕だけはこのトランプ買いましたっていう、<laughs> ピントも合わないな。<laughs> そう。トランプ買いましたっていう報告をさせていただいたんですよ。で、そうですね。あとはちょっとなんかノートパッドとか、なんかエコバッグ的なのもまあ買ったんですけど、それはお土産って感じで。まあ一応これも、まあ自分のでも、自分としてもちょっとかっこいいなと思って、上手にデザインがね。で、昔今調べたら、これ、えー、アカデミーカーズ、カード、なんか、 日本のライカでも二千なんかインスタに上がってきててライカカメラジャパンでえっと2021年のえっと11月から12月末でなんかホリデーシーズンみたいな感じで5万円以上ライカオンラインサービ買った人にはこれつけますよってノベルティみたいな感じになっているようなカードだったりして でまあ、ライカの UK とかではこれが25ポンドとか30ドルとかでアメリカでも発売してるのかなっぽいんですよ。まあ、結論トランプなんですけどもで何が起こったかっていうとこれまず、えっと、ヴィンテージというか中古商品が売っているウ、えー、ェツラーの,のライカストアの方と新品のライカが売ってあるっていうところはちょっとセパレートしてるんですよね2箇所あるわけですよ要は。 でこのカードが売ってあったのはそのビンテージだったりとかリファビッシュ品が置いてあるようなところにこれが置いてあったんですけどで小池源さんはリファビッシュの、えー、とアポズミクロ M35mm 購入したんですがそこで僕もじゃあ買おうということでそこのお兄さんにこれ買いたいってなったらこう在庫があないわってなってでああじゃあこの原品でじゃあ対応しますって感じでバーってそこにこう。 サンプルのようにこうカードを広げてあったわけですよね広げてあってでそれをこうバッとかき集めてくれてこれに箱に入れてじゃあ、えー、25ユーロねみたいな感じでああ了解って買ってなんかでも本当に数足りてんのかなっていう思ってたんですよ。ひっ <laughs> 引っぺがしてみたらあの枚数足りてないみたいなちょっと写真一応撮ったんで一応編集するかこれこんな感じなんですよね。えっと一数字の1が えっと写真見よ数字の1が、えー、3枚で2が2が3枚3が3枚4が2枚5が3枚みたいな感じでほぼ4枚揃っているものがなくてですね確かにこのこの厚みに対して入れたらなんかめっちゃ少ないんですよ。でさっきみたいに今先ほどご覧いただいた写真の通り3分の2ぐらいしか。 なくてカードが。<laughs> で、それ LSK メンバーの LINE っていうかまあ送ったら超爆笑されてただでさえ僕だって買いたかったんですよそのウェツラーでね出会いが何かしかないかなと思ってレンズとかも含めてねですがなかなか出会いがない中まあ,あでもこれかっこいいなと思って買ったものの枚数が足りてないっていうまあトランプとして見るとまあ確かに枚数足りてないんですけどこままあ前向きすぎるんですがこれ実は アカデミーカードっていう風に名乗ってるだけあってこうやってご覧いただくとおり例えば「クラシック」って書いてあって、まあ、これはねエースのハートのエースなんですけれどもっていうトランプでもできるんですがこのクラシックスタイルの撮影手法だと例えばここに「フード」とか書いてあったりして要は「tips」なんですよねこれね要は,要は、まあ、クラシックスタイルの撮影手法としたフードを」を例えばこういう風に撮ってみたらあのよりあの美しく撮れますよとかねリフレクターを。 立てて反逆光から取ってみることによって美味しく取れますよとかそういうことが書いてくれてるわけですよねいろいろとでまあ作りもねすごくこうちょっとこうなんていうのかなピントよこいこうちょっとこうね作りいいですよねこうちょっとこうちゃんと筋が入ってるような感じのすごい手触りもよくてなんでそういう感じでこれジョーカーか。 これクラシックス。で、ストリートとかのランドスケープとかあったりね、こういう感じでランドスケープだと、えライトペインティングとか、ライトペインティング。多分あれですかね、光の鉱石とかを引っ張りなさいとか、そんな感じかな。っていうように、撮影手法のアイデアとかをカードに記してくれてると。とはいえ3分の2しかなくて、本来と52から4枚ぐらいかな、かあのトランプって。 ね、あの30何枚しかないから <laughs> あの本当あと18枚ぐらいティップスももらえたんじゃないかって考えるといややられましたね原品限り。であのさっき申し上げた通りウェッツラーのライカーストアってその新品が売ってる方と、えー、その中古が売ってる方ででさらにライカミュージアムのミュージアムショップっていうのもありまして実はミュージアムショップにこれもう一個実は買ったんですよ。 新品が実は売っていて、現品じゃなくて、新品の在庫もまだあったんですよね。あ、なんだこっちあるじゃんっていうことでえ、じゃあもう一個ぐらい、自分用と、まあ、息子用とか、息子よくね、あの、トランプ好きだからやったりするんで、まあ、家族でやるときとかでもいいかと思って、息子用に買ってきておいたおかげで、一応、このフルスペック、フルスペックのものは、ピント合わないな、フルスペックのものはあるはあるんですけれども、とはいえね、ちょっと、 悲しいですよねこの原品のものが <laughs>。っていうお話でございました。で一応インスタグラムであのなぜか見つけてくれたんですけどもそこの、えー、とウェツラーのヴィンテージの方のショップの、まあ、お兄さんというか方がインスタグラムでね僕らのあの ゆう b e を見つけてくれたのかなどういうふうに引っかかったのかわかんないんですけれども見つけてくれたみたいであの、まあ、リプライというかしてくれてたんですよストーリーに上げてくれてたんですよね「こういうふうに来てくれたよ」みたいな「別ェのところに」っていう僕の多分動画かなドリキンさんかな多分僕かなそれをあのスクショして貼る形であのストーリー作ってくれてそれでねそのお兄さんとつながることができたんですよねこれを。 原品を販売してくれた人とか小池源さんのアポ摘み購入をまあサポートっていうかレジしてくれたお兄さんなんですけど、まあ、その人も普通になんかまあフォトグラファーっぽい感じなんですけれども一応その彼にあのちょっと足りなかったよっつって <laughs> 一緒にいたメンバーに大爆笑されたよあははみたいなぐらいの一応あの DM はしておいてっていう感じで、まあ、別にそれ、ね、なんか。 クレームとかじゃなくてちょっともうこれはもはやユーチューバー的なもうおいしいネタになるっていうかしかもまあ一応こっち息子用にプレゼントに買ってきたものはフルスペックで一応あるのでまあなのでこれはこれである意味あのウェツラーの熱い思い出としてこのアカデミーカードを残っているしいざとなったら本当に欲しければまあ多分 お金はかかるかもしれないけど、通販でも買えそうな雰囲気があるんですよね。アディトアディトゥカードで。これどこだろうこどこの、えっ、ー、と、これは、ライカカメラ、USA では30ドルで在庫ありとかになってて、もしかしたらこれ発送してくれる可能性もあるし、どうなんだろうな。コンティニューショッピング。ダメかな。えっ、ー、と、ペイパルとか Google ググペイで払っちゃえば、 聞けるのかなカスタマー e メールちょっと分かんないですがまあ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 っていう感じでもしかしたらまあでも日本にはないかな21年だから3年ぐらい前の、まあ、ノベルティとしては5万円以上で配ってたっぽいです多分あのもう僕なんかよりも大先輩いっぱいいらっしゃるのでこれ それこそ3年前にもらってた方とかいらっしゃいそうですよねなので一応は僕はそのウェツラーで売っていたので買ったは買ったんですがこういう悲劇が起こったっていうお話でございましたということで今日もスカゲの少しください西田でした,でしたどうも